とにちゃんです。さて本日はですね、私がこれからもずっと愛用していきたいリピアリコスメをご紹介したいと思います。それではレッツラーリピートコスメ。はい、ってことですね、今回はリピートありコスメってことで、前回私はですね、リピートなし、リピなしコスメをご紹介したんですけど、結構ね、そちらの動画ありがたいことにたくさんコメントとか DM をいただきまして、今回はですね、逆にもう私がずっと使っていきたいなって思っているコスメたちをご紹介していきたいと思います。で、今回もこれはね、あくまで私が好きで私のね、肌とかに合っているものなので、ぜひね、参考程度で聞いていただけると嬉しいです。じゃあまず一つ目、こちらはですね、イニスフリーのミネラルパウダーです。これはね、私のねメイク系の動画を見てくださってる方だったら本当ね、よく見たことあると思うんですけど、私ねこれ実際にもう2個目3個目ぐらいで、本当にね学生の頃から使ってます。こんな感じでベビーパウダーみたいな、こういう白っぽい粉が入っております。私ねこのピンクのパッケージは友達に韓国で買ってきてもらったんですけど、もともとは緑色のあの普通のやつを使ってたんですけど、これねもうほんまに良くて、特にこの春夏場がめちゃめちゃ私はずっと使っております。私はね基本的に最近ちょっとセミマットな肌に仕上げるのが好きなので、もうこれをね全体的にもうポフ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 って使ってるんですけど、ほんまにこれをねもう鼻周りにね、まあお直しとかもそうですけど、ポン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 ってつけるだけでね、もうトゥルーってしてるし、もうね仕上がりがめちゃめちゃサラサラしてるので、こうねちょっとベタついた肌というか、まあ私みたいにセミマットが好きな方はマジでこれおすすめです。値段もね手をつけやすいものだと思うので、ぜひよかったら試してみてください。私はもうこれはね今後一生付き合っていくかなって思っております。じゃあ2つ目、こちらセザンヌのノーズ&アイブロウパウダーの01番のキャメルです。もうね私眉毛描くのこれ以外パウダーねほぼ使ったことなくて、これの前もともとねケイトのアイブロウパウダー使ってたんですけど、どっか行った時にそのケイトを持っていくのを忘れてて、あーやべえ買わなと思って多分買ったやつなんですけど、もうねずっと使っております。これはまあねこんな感じで、もうこの間の色とかも底見えしちゃってて、最近はここの明るい色とこの間の色を使ってるんですけど、私ねこれの好きなとこって、まあこのね色味もすごいね好きなんですけど、このね付属のこのチップですね、わかるかな、そうこれね斜めカットになってるからめちゃめちゃ描きやすいんよね。まあもちろんね他のチップで斜めカットになってて、まあ筆とかでも描きやすいと思うんですけど、なんか私はこのセザンヌのこのチップがすごく好きで、あとここもこのこっち側の毛もねすごいファサファサしてて、めっちゃね最後の仕上げにパウダーのせるにはすごい柔らかい筆やから、めちゃめちゃねこうシュッ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 とできて、もうこれはねもうずっと使ってます。じゃあ3つ目、 RMK UV リクイドファンデーションの102です。あのねこれの質問結構 DM とかでも、あとコメントとかでもねよく最近いただくんですけど、これねマジでいいよ。私はもともとこれを買った理由としては、一応春夏用のファンデーションを探してる時にたまたま RMK に行って、お姉さんにねこれがおすすめって言って勧めてもらったんですけど、こんな感じでもうねタラーンと、結構本当にねめちゃめちゃ伸びもいいし、すごいサラサラしてて厚塗りにもならないで、私はねめちゃめちゃ気に入ってます。ほんとね少量でめちゃめちゃね伸ばすことができるのに、カバー力もあるのですっごい気に入っております。で私は基本的にこうねちょっと鼻周りとかがテカりやすくなってるので、そういうのもね抑えてくれるみたいなので、私はねすごい肌に合ってて、最近はねずっとこのファンデーションを使ってます。で SPFもう50プラスなのでかなり高いものにはなってるので、一応ね、まあ、日焼け止めは塗ってはいるんですけど、まあ SPF も高いのでこれでね十分カバーできるかなって思います。はい、じゃあ4つ目です。エトゥセのラッシュバージョンアップです。この子は4月のお気に入りでもご紹介したんですけど、ほんまにねもう出会ってよかったなって思ってます。今までまつげ下で使ってたものでもやっぱりちょっとねこうだんだん落ちてきちゃって、もうすごい私がこう目をペペペペって触っちゃうみたいなことがあったんですけど、これはねキープ力もあるかつ色付きやから、もう全然そのままナチュラルなまつげをねこうキュンと演出することができるので、私はすっごいこれ気に入っております。コームもねかなりな感じで細いので、これもねめっちゃ塗りやすいよね。
これはね、最近ちょっと散々すごいベタ褒めしておしゃべりをしまくっておりますので、まあこちらはね、ちょっとまあこんな感じでさらっといこうと思います。でもほんまにこれからもリピートしていこうと思います。はい、じゃあね、もう最後です。もう最後はね、みんながよく見たことあるあの子でございます。こちらですね、バビメロのオイルティントの04番です。はい、もうこちらはですね、私が愛用しておるティントでございます。でね、これちょっとまあ実際のところ賛否両論いろいろありまして、これね、ちょっとね、匂いが苦手な方とかもいらっしゃるみたいで、あとね、私もこの間経験したんですけど、このね、液体が結構漏れるんですよね。ね、ちょっとね、なんか漏れやすいのかなと思うんですけど、私ね、これを塗ってる時のリップと他にね、いつも全然違うのを単色で塗ってる時は全然違うくて、最近の私のこれの使い方としてはこれ1本でも全然いいんですけど、私はね、これを本当にね、薄くもうここでめちゃめちゃこうね、こう擦ってかなり薄く伸ばしてから自分の今使っているリップを上から塗ると本当にね、落ちにくいです。あとこれよく聞かれるんですけど、乾燥しますかっていうのをね、よくいただくんですけど、これはね、どっちも乾燥しません。オイルティントなのですごいね、プルンとしてるから、本当にマットが苦手とか、あとまあ唇がよく乾燥する方はこれね、すごく合ってると思います。ほんまにこれを先にね、塗ってからリップ塗っておいても、ご飯食べた後とかでも結構ね、これが残ってたりするので、唇の色も定着してくれてめちゃめちゃ助かっております。はい、ってことでですね、今回はこちらのね、5つをご紹介したんですけど、いかがだったでしょうか。もともと私自身こうリピートしたいとかリピートしてるものってすごく少なくて、結構飽き性なのでコロ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 いろんなものを使ってるんですけど、今回ねご紹介したこの5つはちょっと今後もね、まあなくなっても買い足していきたいなって思うものたちでございます。はい、ということで今日の動画を見ていただいてどうもありがとうございました。この動画が良かったらグッドボタン、チャンネル登録お願いします。 Twitter、Instagram やもやってるのでよかったらフォローしてみてください。それでは次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。